チェスワフスワニアはポーランドのエングレービング作家、デザイナー。特に切手や紙幣の原版を手掛けた。日本ではチェスラフスラニアと表記され紹介されていることが多い。カトビセ近郊のチェラッチにて鉱山労働者の子として生まれた。第二次世界大戦中、彼はポーランドのレジスタンス運動のために文書の偽造を行っていた。1945年、 彼はグラフィックアートで名高いクラクフ美術学校へ入学した。在学中からスワニアはポーランド切手印刷所に雇われ、そこで彼は黄範印刷のための鉄板彫刻を学んだ。彼が手がけた最初のポーランド切手は1951年3月24日に発行された1956年にスウェーデンに移住したスワニアは、 1959年よりスウェーデン優勢当局に職を得た。彼はスウェーデンのみならず28カ国の数多くの切手を手掛けた。彼の作品は、有種化の間で個人作品として認められた品質とディテールを持つかず少ない例であり、有種化の一部にはスワニアの作品のみを収集する者さえいた。1972年以降、スワニアは、 スウェーデンの王室エングレービング作家であった。彼の最後の作品は、第60回国際連合総会記念日てであった。A.B. ザ・スラニア・アイニュー・バイオット・ホーナング・イン、ギボンズ・スタンプ・マンスリー、ジューン・2005、P90、A.B. アビッチリー、マスター・イングレーバー・チェスロブ・スラニア、83、D.S.ARTDAILY.ORG。ART DA ザガーストアートニュースペーパーオンザネット t 2009年6月7日閲覧。ポンプ、ステファン、コレクティング・ザ・ワークス・オブ・チェスロブ・スロニア。エクスペネット2009年6月7日閲覧。ありがとうございます。